ジオドラマ、あの世とこの世の狭間にて、作白田仁、第21話。神である君はゲームを楽しむために無数に近いほどのフィルムをこの世に用意した。これがパラレルワールドと呼ばれる世界だ。これらのフィルムはもつれた釣り糸のように人生の転換点で交差している。だが外部から思考を操作されていると、この転換点を見出すことは困難なのだ。君はフィルムの一つに貧困を、もう一つに満ち足りた人生を用意するはずだ。そしてある時点で転換点を見出したなら、ダイナミックに今の人生のフィルムから成功体験が収められているフィルムに思考のパワーを使って飛び移る。こうした人生こそが経験という知恵の蓄積に最も効果的な方法で、神でもある高度に進化した生命体の君は無限にこれを繰り返して、やがて恐ろしいほどのさらなる進化を遂げるのだ。君の思考の外に現実の世界があると信じ込ませている物質世界は、実は君の思考が生み出したものなのだ。そこで体験ゲームが始まった。舞台はパラレルワールドだ。パラレルワールドとは並行して別の世界が同時に存在するというホログラムの世界のことだ。そこで君はメディアが支配するという物質世界を思考の外に創造した。その世界の価値判断の基準を自分の思考の中心に据え、自分本来の思考のパワーを試すことなく洗脳され眠り続けている。プレイを中断したままでいる。眠ったままであれば一本のフィルムの上に縛り付けられ、決められたシナリオ通りに進んで一かけらの知恵も手に入れることのできずに終わってしまう。そんな人生もあると言わざるを得ない。多次元宇宙のこの世では天使も神も仏も奇想天外な面白い体験ゲームを用意して君を温かく迎えてくれていたのだが、何かに操られ恐怖のスイッチをオンにしていると、出口のないとんでもないパラレルワールドに迷い込んでしまう。今から紹介する荒れ果てた世界のように、最悪のシナリオ第2章、それはこんな情景から始まる。動かなくなった巨大なクレーンが天空に向かってそびえ立っている。朽ち果てた未来都市を想像させるように、どこにも人影はない。赤く錆びたコンテナが虚しく積み上げられている。時間は止まったままなのだ。なぜこんなことになってしまったのだろうか。錆びれた埠頭に今日も夕暮れが迫る。経済システムが破壊されて以来、かつてのようなコンテナ船のにぎわいはもうない。だが港の埠頭に近い巨大な倉庫群の前にはひっきりなしに車が入ってくる。主に3トンまでの小型トラックだが、積み荷は決まってビニールにくるまれた50キロ程度のものだ。どさっと積み荷を下ろすと逃げるように去ってゆく。体感用の透明ビニールにくるまれたものは手荒く倉庫前の土間コンクリートに投げ捨てられてゆく。中がぼんやり透けて見えるが、男は意に介する様子はない。ただ黙々と積み上げられた荷物をフォークリフトですくい上げ、零下20度の倉庫の奥へと運び込むだけだ。そしてうず高く積み上げる。こんな単調な作業を毎日こなしているのだ。やがてパレットの上の凍結した荷物は倉庫内の係がリフトでさらに奥へと運び込む。高さ15メートルほどある天井に向けて無造作に積み上げていくのだ。以前はこの倉庫は輸入牛肉の冷凍貯蔵庫だったのだ。この地方都市ではすでに遺体の焼却は限界を超えていた。そこで一時保管用として港湾に設置されていた巨大な冷凍倉庫を転用して使っているというわけだ。300メートル先にある零下40度のマグロの冷凍倉庫もすでに荷物を放り込めるスペースはいくらも残っていない。漁船が入ってこなくなって以来、身元不明遺体の一時保管用倉庫として使われている。男の名は沢谷拓三。有名国立大学を卒業後、港湾関係の会社に長年勤めていたが、
ご多分に漏れず、管理職の端っこに名を連ねてはいたが、疫病不況を理由に、あっさりと首を切られた。学蔵はとりわけ勤勉ではあったが、唯一の趣味、掛け事をやめることができなかった。俗に言うギャンブル依存症だ。有金全部を、競馬やパチンコにつぎ込む生活が続き、やがて、妻や子供からも、完全に愛想を尽かされた。拓蔵は、妻と離婚して、会社に近いダニだらけの安アパートで一人暮らしをしていたのだった。追い打ちをかけるように、あの疫病騒動の最中に、家賃滞納でボロアパートからも追い出されてしまった。そんなわけで、世間が大騒ぎしている時には疫病どころではなく、その日に寝るところさえも確保できないことがたびたびあった。結果的には、役所からの通知は行方不明者なので受け取れず、治験中の新薬があることすら知らずに、ひたすら港近辺をうろついて、その日暮らしをしていた。ところが、ある日、以前に出入りしていたことのある倉庫に忍び込んだところを、突然、背後から声をかけられたのだ。その声をかけたのが、以前の取引先で、拓蔵がよく接待をしたことのある会社の社長だった。それが、きっかけで、その社長が身元引受人になり、住所不定ではあったが、拓蔵は、今の会社に就職できたのだった。その社長が就職祝いにと、まとまった金をくれたので、以前住んでいたアパートに戻り、命と健康を長らえたのだ。安アパートのおかげというか、回線という皮膚の病気で処方された飲み薬が功を奏し、疫病が蔓延する中、奇跡的に命を長らえることになるとは気がつかないままに。彼を雇った会社は、まだ、こんなことになる前に作業員を集めて、港湾近くの冷凍倉庫をすべて買い上げ、さらに貨物が減っていらなくなったコンテナを大量に集めていた。拓蔵は、以前の仕事の経験を買われて、冷凍倉庫とコンテナを集める仕事をすべて任されていたのだが、今になって、ようやく、会社の意図が分かったのだった。突然、フォークリフトを運転していた沢谷の作業着の胸ポケットで、メールの着信音が鳴った。メールは、会社の上司からの指令だった。上司とは、月に一度しか会うことが許されていない。作業は、すべて、監視カメラでリアルタイムに報告されている。前回会った時に指示された内容を実行に移せという命令がそこにあった。第二段階に入ったのだ。沢谷は全く気に入らなかったが、食うためにやむなく、命令に従うことにした。荷物を、冷凍倉庫ではなく、少し離れた埠頭にある貨物専用のコンテナに運び込むのだ。おそらく、船で沖に出てコンテナごと海中深く沈める計画なのだ。指示は、一つのコンテナに何個荷物を詰め込むかまで念を押すように細かく記されていた。荷物の量がここに来て急激に増加したのだろう。彼は思った。この先、こんな仕事を請け負っていたら、膨大なビニールにくるまれた荷物をタンカーに放り込んでタンカーごと沈める日が遠からず来ると。どうしてこんなことになったのであろうか。それが突然起こったのは、6年くらい前だった。動画サイトに、一本の動画がアップされた。街角で立っていた一人の中年男が、突然倒れ、泡を吹いて、痙攣を起こしている映像だが、サムネイルに、パンデミックの文字が踊っていたのだ。普通なら、転換による発作と思われるが、意図的に世界中で似たような動画が次々とアップされ、やがて新種の病原体による感染症だという政府の声明が各国のメディアから連日執拗に繰り返し流れるようになったのだ。思考が現実を作るメカニズムがここで執拗に働く。パニックに陥った人々はまだ臨床試験も済んでいない特例承認の特効薬といわれる新薬に我先にと片方の袖をまくり上げて長い行列を作り、群がったのだった。当時の人々にとっては、病院の廊下が動けなくなった感染者で埋め尽くされ、宇宙服のような出立ちで動き回る医療従事者や、複数の遺体を積み上げて広場で焼く光景を繰り返し見せつけられれば、治験中の新薬の注意書きに、小さな字で、稀に血栓ができるかもと書いてあったとしても、
目に留まらなかったのは仕方がないのだろう。得体の知れない恐ろしい疫病が世界中で流行っているという思考が現実の世界に投影され始めて、そのような現実が目の前に広がったのだ。人々は見えないものを極度に恐れ、アライグマのように手を洗いマスクをする。やがて街を沈黙が支配し、スマイルが消えたのだった。スマイル though your heart is aching, smile even though it's breaking, when there are clouds in the sky you get by, if you smileThrough your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a cheerMaybe ever so near that the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.Just smile.